のお手入れをする前にシューレースを外します。お手入れをするときはシュートリーを入れます。柔らかめの馬毛ブラシで靴全体のほこり、汚れを落とします。普段お手入れしないアイレット周りやコバ部分も入念にブラッシング。クリーナーで表面の汚れや古いシュークリームを落とします。クリーナーを塗るときは直接比較につけず磨きクロスにとって使用します。シミや色の確認のため目立たない部分のかかとや内側から塗布します。クロスをこのように指に巻きつけると細かいところまで行き届きます。ポリッシュクロスを指の腹部分にシワが寄らないようにしっかり巻きつけてください。シュークリームを少量クロスに取り、瓶の縁を使ってクリームの量を調節します。クリームを塗るときはシミや色の確認のため目立たない部分のかかとや内側から塗布します。その後靴全体に塗り伸ばしてください。細かいところまでクリームを塗り込みます。クリームを塗った後にブタ毛のブラシでブラッシングをして、履き際やステッチに残った余分なクリームを取り除きます。ブラシを使ってシュークリームを塗る場合はクリームの色によってブラシを使い分けてください。乾燥後仕上げにグローブシャインで磨きます。余分なクリームを取り除きながら靴に光沢を与えます。さらに革底のお手入れには専用の捕獲クリームを使います。靴底の汚れを落とした後、革底にブラシを使って塗り込みます。レザーソールに柔軟性を与え摩耗を軽減させます。コバのお手入れには専用のインキを使います。フェルトに含ませたインキを容器の縁に押し付けて調整してください。シューレースも定期的に取り替えてください。ツヤ革のお手入れ完成です。最後に防水保護スプレーをかけます。防水保護スプレーは急な雨への対応以外に歩行時のほこりや油汚れの予防にも効果的です。風通しの良い屋外で靴から20センチくらい離して靴全体へ均一にスプレーしてください。ツヤ革にハイシャインベース、ハイシャインコートを使用してつま先やかかとをハイシャイン仕上げに。シューレースを外し柔らかめの馬毛ブラシで靴全体のほこり、汚れを落とします。クリーナーで表面の汚れや古いシュークリームを落とします。靴全体をシュークリームでお手入れします。
歯医者院仕上げに入ります。まず歯医者院に仕上げたい箇所の下地を作ります。歯医者院仕上げにはポリッシュクロスを使用します。指の腹部分にシワが寄らないようにしっかり巻きつけてください。クロスをこのように指に巻きつけ、歯医者院仕上げを施す場所へ歯医者院ベースを塗布します。瓶の縁を使ってクリームの量を調節します。歯医者院ベースは皮の表面が曇る程度に塗り込みます。ポリッシュウォーターを使って均一に伸ばしていきます。 1,2 分ほど置いてからポリッシュウォーターを使って表面を拭き上げます。歯医者院コートをポリッシュクロスに取り、瓶の縁を使ってクリームの量を調節します。円を描きながらつま先全体を均一に拭き上げます。ワックスの滑りがなくなり磨きが重くなってきたら、再度ポリッシュウォーターをつけて磨いてください。好みの光沢が得られるまで歯医者院コートとポリッシュウォーターでの拭き上げを繰り返します。つま先やかかとを歯医者院仕上げに、完成です。歯医者院仕上げの塗膜を落とすには、皮を傷めず歯医者院の塗膜を効果的に取り除く歯医者院クリーナーをご使用ください。クロスが汚れたら新しい部分を使って繰り返し塗膜を取り除きます。濡れてしまった靴はまずクロスなどで水分を拭き取り、シューレースを外します。靴用乾燥剤シュードライを靴の中に入れます。靴の中の水分が取れたら、型崩れを防ぐためにシュートリーを入れて風通しの良い日陰で完全に乾かしてください。クリーナーを使って乾燥後に浮き出た潮吹きや汚れを取り除きます。乾燥後は油分などがなくなり、皮の柔らかさが失われていますので、シュークリームで補覚効果を与えます。クリームを塗るときはシミや色の確認のため、目立たない部分のかかとや内側から塗布します。最後に防水保護スプレーをかけます。防水保護スプレーは急な雨への対応以外に、歩行時のほこりや油汚れの予防にも効果的です。風通しの良い屋外で靴から20センチくらい離して靴全体へ均一にスプレーしてください。靴のお手入れをする前にシューレースを外します。お手入れをするときはシュートリーを入れます。柔らかめの馬毛ブラシで
靴全体のほこり、汚れを落とします。普段お手入れしないアイレット周りやコバ部分も入念にブラッシング。クリーナーで表面の汚れや古いシュークリームを落とします。クリーナーを塗るときは直接比較につけず、磨きクロスにとって使用します。シミや色の確認のため、目立たない部分のかかとや内側から塗布します。クロスをこのように指に巻きつけると細かいところまで行き届きます。ポリッシュクロスを指の腹部分にシワが寄らないようにしっかり巻きつけてください。次にコードバンクリームを少量クロスに取り、瓶の縁を使ってクリームの量を調節します。クリームを塗るときはシミや色の確認のため、目立たない部分のかかとや内側から塗布します。その後靴全体に塗り伸ばしてください。細かいところまでクリームを塗り込みます。クリームを塗った後にブタ毛のブラシでブラッシングをして、履きじわやステッチに残った余分なクリームを取り除きます。ブラシを使ってシュークリームを塗る場合は、クリームの色によってブラシを使い分けてください。乾燥後、仕上げにグローブシャインで磨きます。余分なクリームを取り除きながら靴に光沢を与えます。さらに革底のお手入れには専用の捕獲クリームを使います。靴底の汚れを落とした後、革底にブラシを使って塗り込みます。レザーソールに柔軟性を与え、摩耗を軽減させます。コバのお手入れには専用のインキを使います。フェルトに含ませたインキを容器の縁に押し付けて調整してください。シューレースも定期的に取り替えてください。コードバン側のお手入れ、完成です。最後に防水保護スプレーをかけます。防水保護スプレーは急な雨への対応以外に、歩行時のほこりや油汚れの予防にも効果的です。風通しの良い屋外で靴から20センチくらい離して、靴全体へ均一にスプレーしてください。スウェード、ヌバック、ベロアなどと呼ばれる起毛角のお手入れ。靴のお手入れをする前にシューレースを外します。お手入れをするときはシュートリーを入れます。柔らかめの馬毛ブラシで靴全体のほこり、汚れを落とします。定期的に起毛角用のクリーナーで毛先についた汚れを布やスポンジを使って取り除きます。毛先にこびりついた汚れには天然ゴムタイプのクリーナーをご使用ください。色が褪せてきたら、起毛角用のスプレーで色を補ってください。靴
を吐き込んで寝てしまった毛先をワイヤー製の専用ブラシで毛を起こすようにブラッシングしてください。起毛角のお手入れ完成です。最後に防水保護スプレーをかけます。防水保護スプレーは急な雨への対応以外に歩行時のほこりや油汚れの予防にも効果的です。風通しの良い屋外で靴から20センチくらい離して靴全体へ均一にスプレーしてください。ツヤ側にコレクションズクリームを使うとこのようなエイジング加工が楽しめます。靴のお手入れをする前にシューレースを外します。お手入れをするときはシュートリーを入れます。柔らかめの馬毛ブラシで靴全体のほこり、汚れを落とします。クリーナーで表面の汚れや古いシュークリームを落とします。クリーナーを塗るときは直接比較につけず磨きクロスにとって使用します。シミや色の確認のため目立たない部分のかかとや内側から塗布します。コレクションズクリームから今回はこの2色を使ってエイジングしていきます。濃い方のクリームで色を濃くする箇所に塗布します。瓶の縁を使ってクリームの量を調節します。クリームを塗るときは目立たない部分で色味を確認してから塗布します。ブタ毛のブラシで余分なクリームを取り除きます。次に薄い方の色のクリームを全体的に塗布します。クリームを塗るときは目立たない部分で色味を確認してから塗布します。クリームの塗布後乾燥させることで着色効果が上がります。再度ブタ毛のブラシで余分なクリームを取り除きます。乾燥後仕上げにグローブシャインで磨きます。余分なクリームを取り除きながら靴に光沢を与えます。エイジング加工でこのように個性的な一足が出来上がります。アーティストパレットは皮に栄養を与えながら上質なツヤを与えるシュークリームです。シューレースを外し柔らかめの馬毛ブラシで靴全体のほこり、汚れを落とします。クリーナーで表面の汚れや古いシュークリームを落とします。シミや色の確認のため目立たない部分のかかとや内側から塗布します。ポリッシュクロスを指の腹部分にシワが寄らないようにしっかり巻きつけてください。アーティストパレットを塗り込みます。
瓶の縁を使ってクリームの量を調節します。クリームを塗るときはシミや色の確認のため目立たない部分のかかとや内側から塗布します。クロスを水で湿らせ皮の表面を拭き上げます。好みの光沢が得られるまでアーティストパレットと水での拭き上げを繰り返します。アーティストパレットを使用すると自然な光沢にも深みのある光沢にも仕上げることができます。